はい、バタフライの例ですけども、ちょっと少し進めますね。で、この手が入水して、この手が入ります。もう少しして入りますね。この手が入、ストップです。入水した時に、第一キックのタイミングを合わせることによって、この腰のポイントが上がるっていう形になります。で、なので、この腰のところの部分を上げていくときに、結構多いのは、どちらかというと、手が入水してすぐ腰を上げてしまうって方が多いので、なので、ちゃんと手が入水してから、キックとここのタイミングを合わせて、最後に腰が来るという、順番で言うと、1、2、3ですね。この流れを大切にしていきながら、泳いであげるとスムーズに行きやすくなります。ちょっと少しね、動きを見ていただけたらと思います。手が入水してキックで、これ腰上がりますよね。でもう一回いきますので、手がずっと回転きて、でそこから手が入水して、これキックが入った後に腰がぐんと入っていきます。そうすると体重が前に乗ってきますので、そのあたり気をつけてやってみましょう。この他にも動画はたくさんありますので、ぜひご覧ください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。